テレビ東京のゴッドタンでの放送は、視聴者にとって非常に興味深い瞬間を提供した。この回では、おぎやはぎの小石場美太が、かつての親友であるアンジャッシュ・トブケンとの複雑な関係について腹かるにしこだった。クアシャウは、一理検査とともに自己の感情をストレートに表現することで、笑いの中にも真実を突き寄りにした。クイズの形式で進行されたこの特集は、バサバラ勇気アナウンサーの新たな挑戦の場面を兼ね備えていた。彼女が人類野党に入ったことを受け、おぎやはぎの2人はその現状を利用しながら観客を笑わせるサズを披露した。特に卓部と仕事に行く時に気をつけることという問いに孔明が浮かない。まあ、あと9歳に反した瞬間には会場も湧き上がった。かさみが語る自らの退社は彼の内面的な葛藤を感じさせる。彼は嫌われてるからは一方的に好きなのと発言し、自らの立ち位置を明確にした。その言葉からは卓部との関係への複雑な感情が向いてくる。通う方の試作団もまた長期の公演 NG についてサポートし、視聴者はその事情を少しずつ理解していく。多くの芸人が支える中下で、卓部の不倫騒動が媚びに与えた影響は知り知れない。彼は独習なる厳しい指摘をしたことの結果、友人との関係が崩れてしまったと心情を吐露する。劇団一人のととに対してもわからない。なんかクソ味噌に合いすぎたねと言い残し、未練がましさを見せた。この一連のやり取りが多くのファンにとってショッキングなものであったことは間違いない。そして年齢差や軍理の関係を照らし合わせると、かつての友情がいかにフラジャイルであるかを痛感させられる。風見と卓部の関係は一つの時代の中間を象徴するものであるのかもしれない。